一番。あの、すみません。こちらの椅子を拝借したいんですが。1。1> じゃあ、失礼してこちらの席に。二。え、貸してくださるんですか 3>, ?3。ああ、どうぞお持ちください。二番。君、 ゴルフ初めてにしてはやるね。1。1> いえ、それほどでも。2>, 2。すみません、そんなにご迷惑でしたか ?3。初めてでもよろしいんですか ?3 番。山下監督の新作映画、来週公開なんだ。 ああ、待ちきれないよ。1>, 1。諦めるにはまだ早いよ。2。2> 来週なんてすぐじゃない。3。あんまり期待してないんだね。4番。部長、新製品の売り上げ、何としても目標を達成してみせます。 1, 1おめでとう、頑張りましたね。2, 2あ、それならもう見ましたよ。3いい報告、楽しみにしてます。5番ボーリング大会、あんなスコーで恥かくんだったら僕出なきゃよかったよ。1 やるだけやってみれば二。2> 2本当に出なくてよかったね。三。まあ、そんなこと言わないで。六番。課長に仕事が雑だって言われちゃった。叱られる覚えないんだけどな。一。え、思い当たることないの 二、叱られたのに忘れちゃったの三、覚えといた方がいいんじゃないの七番、この料理、森田さんが作っただけあって手が込んでるよね。一、森田さん料理得意だもんね。二、忙しかったんだから仕方ないよ。 三。ほんと、みんなが手伝ったおかげだよね。八番。あんな演劇見るくらいなら、うちで寝てた方がマシだったよな。一。よかった。誘った甲斐があった。二。そりゃあ、うちの方がゆっくり見られるでしょ。三。 まあ、確かに評判の割にいまいちだったかもね。9番。新入社員の中島くん、若いんだからもう少し体力あってもいいのにね。1。若いのになかなか関心だね。2。2> ほんとすぐバテちゃうんだから。3>, 3。 体力あるから助かっちゃうよね。十番。君のプレゼン、文句のつけようがなかったよ。一。そんな、とんでもないです。二。ご指摘ありがとうございます。三。すみません。以後気をつけます。 11番今日の会議、君が資料を届けてくれなきゃ大変なことになってたよ。1, 1届けられればよかったんだけど 2, 2困った時はお互い様だよ。3それって私のせいってこと ?12 番田中さんって 待ち合わせに30分も遅れたのに電話すらしてこなかったんだよ。1。1> 電話してきたならいいじゃない。2>, 2。電話で済ませるなんて失礼だね。3。電話ぐらいしてくれればいいのにね。13番。なんだかんだあったけど、 山田建設との契約、なんとかまとまったよ。1。1> 一時はどうなることかと思ったけどね。二その契約、まとまるといいね。3。努力が無駄になっちゃったね。14番。君。 問題が起こったら起こったで、すぐ報告してくれないと困るじゃないか。1。1> 仮に問題が生じた場合はそういたします。2>, 2。お伝えするのが遅れ、申し訳ありません。3。報告した方がよろしいんじゃないですか ?1 番。 あの、すみません。こちらの椅子を拝借したいんですが。1。1> じゃあ、失礼してこちらの席に。2>, 2。え、貸してくださるんですか ?3。ああ、どうぞお持ちください。2番。君、ゴルフ初めてにしてはやるね。 一。いえ、それほどでも。2>, 2。すみません、そんなにご迷惑でしたか ?3。初めてでもよろしいんですか ?3 番。山下監督の新作映画、来週公開なんだ。ああ、待ちきれないよ。1。 諦めるにはまだ早いよ。2>, 2。来週なんてすぐじゃない。3。あんまり期待してないんだね。4番。部長、新製品の売り上げ、何としても目標を達成してみせます。1。おめでとう。頑張りましたね。 二。あ、それならもう見ましたよ。三。いい報告、楽しみにしてます。五番。ボーリング大会、あんなスコアで恥かくんだったら、僕出なきゃよかったよ。一。やるだけやってみれば二。2> 2本当に出なくてよかったね。 三。まあ、そんなこと言わないで。六番。課長に仕事が雑だって言われちゃった。叱られる覚えないんだけどな。一。え、思い当たることないの二。2> 2叱られたのに忘れちゃったの三。3 覚えといた方がいいんじゃないの ?7 番この料理森田さんが作っただけあって手が込んでるよね。1森田さん料理得意だもんね。2, 2忙しかったんだから仕方ないよ。3, 3ほんとみんなが手伝ったおかげだよね。 8番あんな演劇見るくらいならうちで寝てた方がマシだったよな 1, 1よかった誘ったかいがあった 2, 2そりゃあうちの方がゆっくり見られるでしょ3まあ確かに評判の割にいまいちだったかもね9番 新入社員の中島くん、若いんだからもう少し体力あってもいいのにね。1、1> 若いのになかなか関心だね。2>, 2、ほんとすぐバテちゃうんだから。3、体力あるから助かっちゃうよね。10番。 君のプレゼン、文句のつけようがなかったよ。1。1> そんな、とんでもないです。2>, 2。ご指摘ありがとうございます。3。すみません。以後気をつけます。11番。今日の会議、君が資料を届けてくれなきゃ大変なことになってたよ。 1, 1. 届けられればよかったんだけど。<S 2. 2 <S 困った時はお互い様だよ。3. それって私のせいってこと ?12 番。田中さんって待ち合わせに30分も遅れたのに電話すらしてこなかったんだよ。1。 電話してきたならいいじゃない。2. 2電話で済ませるなんて失礼だね。3. 電話ぐらいしてくれればいいのにね。13番。なんだかんだあったけど、山田建設との契約、なんとかまとまったよ。1。 一時はどうなることかと思ったけどね。二、その契約まとまるといいね。三、努力が無駄になっちゃったね。十四番、君、問題が起こったら起こったですぐ報告してくれないと困るじゃないか。一、 仮に問題が生じた場合はそういたします。2>, 2、お伝えするのが遅れ申し訳ありません。3、報告した方がよろしいんじゃないですか